メグロレン、海の始まり、夏と弥生、有村霞にかけられた回の呪いを解く救世主はつの、池松壮介最終回で夏と弥生をつなぐ、重要シーンで見せた伏線。スノーマン、メグロレン、27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第10話が、9月9日に放送される。2日放送の第9話では、主人公、夏、 メグロの言動に批判の声が相次いだ。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。ついに、恋人の弥生、有村霞すみ31が夏の元を去ってしまったが、どのような結末を迎えるのだろうか。第9話は、ショッピングモールに3人で行き、 海、泉谷聖奈、七、をナグモに送った帰り道、夏は弥生に海とのことをどうしたいのかと問う。返事を濁す弥生に、夏は海と三人で一緒にいるとき、弥生ヨが辛そうに見えると話す。弥生が愛想笑いでごまかそうとすると、夏は別れたいと切り出した。弥生は別れないというが、その後、夏と海と三人で過ごすことを避けるようになる。 後日、夏は弥生を待ち伏せ、彼女の部屋へ。夏は、弥生が海の母親になってくれたら嬉しいと語ると、そうなったら楽だと思った。一人で親になるの、不安だったから。辛そうなの、少し前から感じてたけど、無視した、と、本音を明かしたが、という展開。結果、弥生は別れることを選択。その引き金になったのは、 海の母、夏の元恋人の水木、古川琴音27からの手紙だった。そこには、どちらを選択しても、それはあなたの幸せのためです。海と夏くんの幸せと同じぐらい、あなたの幸せを願っています、とあり、かつて水木が出産することの背中を押した、弥生が病院のノートに記した言葉と同じだった。X 旧ツイッター上で批判の声が多かったのは、夏の言葉と水気の手紙だが、子育ては甘くない。やりたきゃできるというものでもない。おそらく、家族がそれぞれに夏くんのこの決意を支えることになる。でも、そのうち自分だけが辛くなっちゃいそうな気がする、などと、夏が一人で海を育てることを決意したことにも疑問の声は多い。 視聴者に指摘されるまでもなく、子育て経験のない夏、目黒のワンオペ育児は、いずれ破綻するだろう。会のためにという思いにこだわりすぎて、育児の現実が見えていないのに、父になろうと暴走している夏。このままでは不幸な結末しか予想できない。果たして救済はあるのだろうかもしあるとすれば、最後でやよい、あと夏が復縁し、 二人で海を育てるという流れだろう。そもそも物語のテーマに、いつどのように母になるのか、とある。これは弥生のことを言っていると思われるため、このまま弥生がフェードアウトするとは考えにくい。しかし、弥生が、やっぱり私は、月岡君と二人でいたかった、と本音を明かしているように、海がいるからこそ弥生は別れを決めたのであり、 そうすんなりと元に戻れるとは思えないだろう。弥生の、そして夏の考えを変えるには、誰かのアクションが必要になる。その人物は津の池松壮介34だ。今のところ、距離を保ちつつも、弥生の気持ちを一番わかっている。さらに、水気古川の子育てを全面的にサポートしていた彼は、海のことを理解しながらも、 水気がなくなったことで外野となり、他者として客観的に判断できる。ベストな落としどころを見つけられる唯一の存在だ。また、9話の水気が夏と弥生への手紙を書いた回想シーンで、水気がもし、夏や弥生と会うことがあったら、仲良くしてくださいね、と頼むと、角は、やだ。なんか、やだ、と、困惑した様子で応じていた。 これは今後、夏と弥生をバックアップする役に回るという伏線なのでは第10話の予告では、夏が電話越しに転向することを切り出すと、海は、やだ、と即答。ママいなくなって、いろんなこと変わったのにまだ海が変えなきゃダメなのなんで、という海に、夏が何も言えなくなるという胸が痛くなるシーンが。 現状では地獄のような展開だが、誰もが幸せになれる最後に期待したい。ドラマライター山川、これ以上、苦しむ夏を見たくない。